まずはセンターフォワードロビー・キーンの方から見ていきたいと思いますけども、通常のレジェンドがですね金玉ですでに登場していますので、こちらと比較しながら見ていきたいと思いますが、まずですね、年齢が変わりました。26歳と25歳ということで、今回は1歳1つ下のですねロビー・キーンが登場という形になっています。でアイコニックと通常のレジェンドとの比較をね、まず見ていきたいと思いますが、まあ基本的にプラス2からプラス3上がったのかなというところで、瞬発力のみプラス4という形になりました。でプレースキックはプラマイ0ということですね。まあレベマ総合値は95までいきますし、同様にトッテナムのですねユニフォームにした場合はここからプラス2、97で能力値もプラス2という形になります。まあ中でもオフェンスセンス決定力はですね93、93でまあしっかりあるかなと思いますし、ラインブレイカーとしてスピード瞬発もね92、93ということで、しっかりスピシュの部分もあるかなというところですね。でドリブル能力に関しても91、89、90ということで90代、まあ90付近にね、乗せたという形になっています。でまあボディコンもね、ある程度ありますんで、ドリブル能力はまあしっかりあるのかなというところですね。まあ結構面白い能力値になっているんじゃないかなと思います。まあ今作はですねフィルミーノがプレイスタイルがデコイラーに変更となっていますけども、個人的にこのフィルミーノにね近い能力値になっているんじゃないかなという印象ですね。で逆足33でコンワン7で、今回はレベマ総合値95ですね。でスキルはですね通常のレジェンド金玉のレジェンドはですね9つ持っているんですが、まあ中でもねミドルだったりシュート系多いですし、ワンタッチシュート持っているというところはありがたい部分かなと思いますが、今回アイコニックとしてシャペーが追加となっています。一つ追加スキルができるというところがねありがたかった部分なのかなと思いますが、アイコニックになってシャペーがね追加となってしまいました。まあここは少し痛い部分かなと思いますね。アイコニックのロビーキンに何か追加スキル、まあワンパなりスーパーサブなりね追加したかったところかなというところですね。まあスパーズのユニフォームにした場合はオフェンス決定力も90代後半まで乗せますし、まあライブアップで B 固定なのでね、まあ間違いなくやはりアイコニックの選手ですんで強い選手にはなっているのかなというところですね。まあドリブル能力だったり、まあオフェンス決定力、得点能力もしっかりありますんで、結構使用感は良さそうな選手になっているのかなという印象ですね。で続きまして OMF ガスコインということで、ガスコインに関してはですねトッテナムのレジェンドではなくラツィオのレジェンドとして登場しているんですが、まあ通常のレジェンドとしてね能力値も比較しながら参考にしていただければというところですね。基本的にプラマイ0からプラス1上がっています。でプレースキックがプラス4、キック力プラス3、ボディコンがプラス4ということで、どうですかね、まあオフェンセンス決定力 OMF の選手でナンバー10ですんで、まあ、しっかりあるかなという印象もあるんですが、まあドリブル能力高いですね。ボルコンドリブル、ボールキープ94、95、91、まあドリブル能力が本当に高いなという印象なんですが、逆にボディコンはね4上がりだったとしても84ですんで、まあボディコンの低さというところが若干ネックな部分なのかなという印象ですね。でまあナンバー10の選手ですんで、やはりパス系ですね90、86でしっかり高かったり、プレースキックカーブに関しても90、87、まあスピードは83なんですが瞬発力は85ということで、まあスピションもある程度あるかなと思いますし、キック力かなり高いですね。90代までの差という形になります。まあフィジコンだったりボディコンの低さというところがこの選手ネックな部分かなという印象ですね。で逆足34ということで、この左足がしっかり使えるというところもかなりね中盤の選手ですんで、パスもつないでいけるというところを考えてもありがたい部分なのかなという印象です。で今回のレベマ総合値はラツィオのレジェンドからプラス1で95で、同様に、トッテナムのユニフォームにした場合はここからプラス2で97という形になります。まあスパーズのユニフォーム着させるのであれば能力値も結構高いんじゃないかなと思いますので、まあ全然ガチスカに入ってくるような選手ではあるのかなというところですね。ただですねスキルが、ダブルタッチだったりコンカー、そしてワンタッチシュート持っているんですが、中盤で使うならですねやはりワンパかスルーパス持っておいてほしかったなというところですんで、個人的にはセカンドトップの起用が安定なのかなという印象ですね。で追加スキル等はなし、まあ10個スキル持ってますんでね、なくなったスキルだったり追加されたスキルはなしという形になります。まあですんでワンパスルーパス追加できないというところを考えると、中盤で使うなら少し難しいのかなという印象ですね。で続きましてスパーズのラファエル・ファンデルファールトということで、前回はですね、まあ、通常のレジェンドが出ていますので、こちらと比較しながら見ていきたいと思いますが、能力値ご覧の通りとなっています。まあ基本的にどうですかね、プラマイゼロのところが多いのかなという印象ですね。まあ、ボルコンプラス3、グランドパス、トライパスしっかり上がりましたね。プラス4、プラス6ということで、パスがしっかり上がったというところはかなりありがたい部分なのかなという印象です。でまあオフェンセンスは82で、まあ低いんですけども、決定力はプラス7で92という
ということで決定力しっかり上がりましたね。でプレースキックカーブに関してはやはり高いなという印象です。97、94で、まあ、あとはやはりスピード瞬発がねナンバー10の選手ですんでそこまで高くないのかなというところがネックの部分かなとは思いますが、まずガスコインと比べてボディコンの高さというところは一つありがたい部分なのかなという印象です。で、まあ、利き足は左足なんですが逆足3、4でしっかり使えるというところはありがたい部分なのかなという印象ですし、レベルも総合値は今回3つ上がって95でスパーズのユニフォームにした場合はここからプラスに97という形になります。まあスパーズのユニフォームにした場合はですねプレースキックカーブ、まあここら辺はねプレースキック完走ですし、まあ、あとはフライパスも完走という形になりますしグランダーパスも97ということで、まあパス系だったりフリーキック能力は本当に高いなという印象ですね。でスキル面で見た時にもですねワンシューワンパスルパス持っていますので中盤で使うならですねガスコインよりはファンデルファールトの方がいいのかなというところですね。で前回のですね、まあ、通常のレジェンドのラファエルファンデルファールトはスキルが一つ空いていたんですがここにですね今回 PK キッカーが追加となってしまいました。まあ、なってしまいましたというのもですねやはり追加スキルができるというところを考えたらですね PK キッカーよりはねまあ欲しい好みのね追加スキルができる方がありがたいのかなと思いますのでここは PK キッカーではない方が良かったのかなというところですね。まあただ適正ポジション本当に広いですね。まあサイドバックだったりセンターバック、まあディフェンスライン以外はどこでも行けるという形になりますんで本当にユーティリティな選手になっているのかなというところですね。ノルクシン見ていきたいと思います。まずプレイスタイルが何もなかったんですけどもハートプレスに変わりました。で無印からねハートプレスに変わったということでハートプレスで有名な選手でいうと2020はクリバリーとかですか。まあ間違いなくガチスカ候補のね選手に入ってくるかなと思いますんでキャンベルに関しても強いノルクシン持ってるかなと思います。でまあ身長はねタッパは188センチありますしジャンプフィジカルコンタクトここら辺もねしっかりあるかなと思いまして今回ヘディングが4つ上がりましたんで空中戦はバンバン勝っていけるセンターバックになってるかなと思いますしディフェンス系のノルクシンも一律上がりましたね。3、4、1ずつ上がって96、98、95すべて90代後輩のスタートという形になりますので間違いなくガチスカに入ってくるセンターバックになってくるかなという印象ですね。まあ本当通常のレジェンドでもガチスカに入っていたんですがアイコニックになったら余計ですよね。まあライブアップで B 固定ですしそこもかなり大きい部分かなと思いますがですのでこのアイコニックキャンベル、ぜひ狙っていただきたいところですし本当に余裕のある方はですねもうキャンベル当てるまで、引いていただければというぐらい、おすすめの選手になってるかなと思います。で続きましてビエラですね。でビエラに関してはまずプレイスタイルがハートプレスからボックスとボックスに変わったというところはね前回のビエラ2020 でビエラを獲得された方で今回ビエラね狙いに行こうか迷ってる方は迷うなら狙っていただければと思うんですけども絶対獲得必要かどうかって言われると難しいかなというところですかね。ただ2020の頃より今回のビエラの方は個人的に強いなと見てまして特にボールダッシュ7つ上がっているところだったりグランドパスフライパスの部分ですね89、86、5と2ずつ上がって80代後輩の下という形になりますのでパス系のノルシア上がったというところはかなり評価できる点なんですよね。特にビエラに関してはスキル追加ができなくてワンパもスルーパスもつけられないというところがネックですのでこの通常のね、ノルシア上がったというところは評価できる点かなと思います。でまああとはスピード瞬発は下げられていたりするんですがやはりパス系のノルシアだったりボールダッシュが上がったというところを見ると、新ビエラの方が強いかなと思いますので、まあ、乗り換えに余裕がある方はぜひビエラを狙っていただければと思うんですが前回のビエラを持っている方は無理に引く必要はないかなというところですかね。で迷ってる方は引いていただければというところですね。でまああとは本当にですねプレイスタイルがハードベルスからボックスとボックスに変わりましたんでここはですねちょっとボックスとボックスのビエラの使用感がどうなのか、まあ、本当に有識者の方々がね、教えてくださるかなと思いますんでそこら辺の情報を入れながら、ビエラ狙っていただければというところですかね。レジェンドだったりアイコニック選手の中でプレイスタイルがアンカーの選手ってかなり珍しいんですよね。ですのでライブアップで B 固定が約束されているアンカーの選手って本当に貴重かなと思いますのでこのジューベルトシューバーに関しては通常のレジェンドを持っている方でもぜひこのアイコニックに乗り換えていただければと思います。で通常から考えるとまずフライパスが2上がっていたりドリブル能力もね底上げとなっていますしあとはジャンプだったりフィジカルコンタクト面も上がっているという形になっています。でディフェンス系の能力値が爆上がりとはいうわけではないんですけどもボールダッシュ1だったりアグレッシブに関しても2上がっていますので結構底上げとなってるかなと思いますのでまあここら辺考えても通常のジューベルトシューバーを持っていてもやはりアイコニックのジューベルトシューバー狙っていただきたいところですし、まあ再度ね言及しますがプレイスタイルアンカーのレジェンドだったりアイコニック選手ライブアップで B 固定の選手はなかなかいないかなと思いますのでこのジューベルトシューバーに関してはぜひ狙っていただければというところですね。